はじめは8月おすすめのイベント情報です。射水市子育て支援センターでは6日火曜日に歯の相談ミニ講話を実施します。歯科衛生士による歯の相談会です。親子で一緒に歯の大切さを学びましょう。このイベントは内緒予約が必要になります。また20日火曜日に栄養士相談ミニ講話を実施します。栄養士による講話相談会です。普段の食生活で気になることがあれば相談してみましょう。このイベントも内緒予約が必要です。そして6日7日には発育測定を実施します。ご覧の時間に測定できます。測定される場合はタオルをご持参ください。希望される方は支援センタースタッフまでお知らせください。続いて検診のお知らせです。8月の3、4ヶ月児検診は令和6年4月生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。1歳6ヶ月児検診は令和4年12月13日から令和5年1月16日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。3歳6ヶ月児検診は令和3年2月1日から3月2日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。続いて射水市からのお知らせです。今月は悩み相談窓口についてお知らせします。射水市役所子ども家庭センター内にある子どもの悩み総合相談室安心ルームでは、すべての子どもに関するさまざまな悩みについての相談に応じています。相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、来所や電話、メールで受け付けています。お子さん自身やご家族の方はもちろんのこと、仕事や地域で子どもと関わりのある方も気軽にご相談ください。また射水市子育て支援センターでも電話やメールでの相談を受け付けています。どんなことをして遊べばよいかわからないといった悩み相談や、寝返りができるようになったという嬉しい報告などお待ちしています。とにかく誰かと話したいという方もぜひご連絡ください。射水市子育て支援センターでの相談は月曜日から土曜日の午前9時30分から正午、午後は1時から4時30分まで電話やメールで受け付けています。お子さんのことやお父さんお母さん自身のこと、子育てのことなど気軽にご相談ください。番組では子育てに関する質問などをお待ちしています。子ども福祉課までどしどしお寄せください。チャイルドットコムテレビでした。